三ノ山インターチェンジは、山梨県南駒郡三ノ町にある、中部横断自動車道のインターチェンジである。計画当初は予定されていなかったが、旧三ノ町中南部の利便性を目的に、地域活性化インターチェンジとして追加された IC である。この IC は、新直轄方式で作られる区間の中にあり、六号 IC から富沢 IC の間は、 通行料金が無料で供用されている。インターチェンジの開通は未定であるが、接続道路の整備が行われている平成20年度、公共事業事前評価調書 PDF 注意、中部横断自動車道計画概要。山梨県。2019年2月5日閲覧。山梨日日新聞2010年3月18日、記事別添資料に、 追加インターチェンジ一覧表を見の部、山インターニンカ中部横断道を17年度共用、目指す、山梨日日新聞2012年4月21日付長官、第2版、第1面、中部横断自動車道インターチェンジ名称が、決定しました。国土交通省関東地方整備局交付河川、国道事務所、中日本高速道路株式会社、山梨県、 2021年5月9日閲覧 E52 中部横断自動車道山梨静岡間全線開通中部横断自動車道南部 IC 株温泉早川インターチェンジ間が令和3年8月29日16時に開通国土交通省関東地方整備局交付河川国道事務所中日本高速道路株式会社 2021年7月21日閲覧、ありがとうございます。